ネチズンたちは台本になかったシーンのため、国王ノイ、ジュノとユナのシーンについて再び議論している。ドラマ王の国でジュノがユナにキスしたシーンはアドリブだったようだ。これに先立ち、ドラマ王の国で共演したユナとジュノの相性がネチズンの注目を集めた。ビジュアルとは別に、ネチズンは二人がお互いに似合っていると強調し、多くの人が現実世界での関係を支持しました。ユナとジュノのいくつかのシーンも多くのネチズンを興奮させた。ネチズンもそのシーンは本物であり演技ではないと考えています。どうやらジュノとユナのシーンの一つはアドリブだったというのは本当のようだ。これはドラマキング・ザ・ランドのオリジナル脚本を購入したオープニングスタッフの一人によって明らかにされた。自身のツイッター@@mbxnqbu13nvg を通じて、オープニングはオリジナルの台本のシーンと放送されたドラマのシーンを比較しました。オープニングではジュノが即興、つまりアドリブをするシーンが多かったという。このシーンはドラマキング・ザ・ランドのオリジナル脚本にはなかったらしい。これを見た多くのネチズンがコメントを寄せた。ドラマの中にアドリブがはっきりと見えるので、アドリブが多くても不思議ではないというネチズンもいる。それにしてもドラマキング・ザ・ランドで使われたアドリブが過剰すぎるという意見もある。ドラマでは原作の脚本よりもアドリブが多いのは当然のことですが、このキング・ザ・ランドはアドリブが多すぎます。撮影中はすでにデートしているような気分です。